なあ、オランダって強いんだろ？もちろんさ。イタリアは守備のチームだったけど、オランダは攻撃のチームだ。特に注目するべきは背番号14をつける、彼は数年前にワールドユースを制したオランダ代表スタイン・クライフォートの弟でね。今、へえ、詳しいんだね。うん、僕はオランダの伝説的選手に憧れてサッカーを始めたからね。今でもオランダのサッカーはチェックしてるんだ。なるほど、それで三杉君は背番号14を欲しがったのか。あの時はわがままを言ってすみません。でもどうしても憧れの選手と同じ番号をつけたくて。憧れがあるのはいいことさ、それが成長につながるからね。おい、そろそろ試合が始まるぜ。さあ、予選リーグ第2戦、オランダ対セネガル。まずはボールを持ったセネガルのミッドフィルダー、キャプテンのイスマイル・サンゴール君。ここからどう試合を組み立て。あっと、サンゴール君いきなり大きく高く前に蹴り出した。そしてフォワードのムーサ・マリック・ジャロ君がオランダの選手の間を凄まじいスピードで走り抜けていく。決まった！セネガル電光石火の先制点。サンゴール君の正確なロングボールをジャロ君が高い打点のヘディングでオランダゴールに叩き込みました。まさにセネガルらしい高い身体能力を生かした攻撃だ。あのフォワードすげえダッシュ力だ。見たといい勝負なんじゃないか。おいおい、セネガルが先制しちまったぞ。だけどこれでオランダはスイッチが入ったよ。え？ほら、オランダの選手たちの様子を見てみて。あれ、いきなり先制されたのに全然動揺してないみたいだ。そう、いくらでも点を取る自信があるんだよ彼らは。ここで試合終了のホイッスル。オランダ対セネガルの一戦はオランダの記録的大勝に終わりました。先制点を許したオランダでしたが、エースのクライフォート君を中心にその後は猛攻に次ぐ猛攻で、一方セネガルは身体能力を生かしロングボールを多用してスペースに走り込むサッカーで臨みましたが、オランダのミッドフィルダークリスマン君に中盤を抑えられ、孤立させられたサンゴール君になかなかボールが渡らず、後半セネガルの選手たちが走り疲れて足が止まったところを立て続けにやられてしまいました。すげえ。これがオランダの攻撃力か。とんでもない連携のスピードだぜ。今日は初戦だったから、これでもまだ動きが硬かった方だよ。ああ、前線の連携はまだ良くなるだろうな。このオランダと次は戦うんですね。こいつの言う通りだ。俺たちも強くなってるんだ。はい。みんな、イタリアに続いてオランダもかなり強そうだ。だっけ？なあ、美咲はフランスジュニアユース代表のチームを見たことはあるのか？え？戦うって美咲はどこのチームにも所属してなかったんだろう？うん、だから自分の今の実力がよくわからなくて、それで自分の力を測るために。無茶しやがる。でもそうでもしないと日本代表に参加する自信が持てなくて。フランスの注目選手というとやっぱりピエールか？うん、エルシド・ピエール。彼のテクニックは本物だよ。彼とは2回1対1で戦ったことがあるけど、僕は2回とも抜くことができなかった。美咲くんが？他にも注目選手はいるけど。あ、試合が始まるよ。さあ、まもなく前半20分。ここまで試合は全くのフランスペース。フランスのキャプテンエルシド・ピエール君、再びイングランド陣内に切れ込む。素晴らしい華麗なテクニック。その流れるような動きに
イングランド選手は誰もついていけません。そして相手を引きつけておいてのスルーパス、見事ルイ・ナポレオン君に通った。決まった、フランスさらに追加点。ナポレオン君の鋭い回転のかかったシュートが一直線にイングランドゴールに突き刺さった。彼がルイ・ナポレオン。気が荒くて何度も乱闘騒ぎを起こしてるんだけど、それでも実力は見ての通りさ。さあイングランドも反撃だ。大きなサイドチェンジを繰り返しながらフランスディフェンスを揺さぶる。そして左サイドからエリア内で待つフォワードのディーン君に折り返す。おっと、フランスの選手が出足鋭いタックルでそれをカット。パスを出させずにボールを奪い取った。これはディフェンダーのジャン君だ。あのジャンってやつなかなかやるな。美咲君、彼は？ごめん、僕もよく知らないんだ。フランス国際大会が中止になった後、もう一回代表選考会を開いた時に新しく入った選手らしいんだけど。ここで試合終了。フランス、イングランドを全く寄せつけず初戦を勝利で飾りました。まさに理想的な試合だったと言えるでしょう。フランス強いな。まあ当たり前なんだろうけど。ああ確かにピエールはすごかったな。美咲が勝てなかったってだけのことはあるぜ。ピエールの力はもう上の世代でも認められていて、将来のフランス代表入りを確約されているとも言われてるんだ。そこまでの選手なのか。まったく世界ってとんでもないところだな。次々とすげえのが出てきやがる。ピエール、美咲くん。美咲、俺たちは必ず決勝トーナメントに勝ち上がる。だから君も必ず勝ち残ってこい。今度こそ本物の試合で決着をつけよう。よし、それでは攻撃と守備に分かれてそれぞれゴール前の連携練習だ。はい、行くぜ。よし、シュートだ。はっ、ナイスパンチング若島津。反応が甘いぞ若島津。今のは両手でガッチリ取れたはずだ。何？それにそうだ、シュートコースがガラ空きだったぞ。もっと考えて動け。何？他のみんなもだ。動きがまだまだ悪い。イタリアに勝ったからっていい気になるな。そんな気の抜けたプレーでこれから先も勝ち抜けると思っているのか。何？若林くん。おい若林、こっちだって一生懸命やってんだぞ。それを何様のつもりだ。おいやめろ。そうだ、そうだ、こいつの言う通りだ。味方に当たっても始まらん。ああ。それじゃあ練習を続けるぞ。みんな早くしないと試合が終わっちゃう。早すぎるぜ翼。練習が長引いちゃったからね。間に合えばいいけど。
コアを見るたい。なんだあの点差は。アルゼンチンはぶっちぎりじゃないか。スタークラウンスタジアムに大天才出現。自ら得点を上げるだけでなく、ミッドフィルダーとしてゲームも組み立てる、アルゼンチンサッカー10年に1人の逸材。サッカーの申し子の名前はファンディアス。そのディアス君にインタビューです。イタリア戦での日本の10番が南米スタイルのドリブルでイタリアを抜けたので、自分もいけると思いました。この大会いろんな国の選手が出ていますが、彼らに負けるとは思っていません。最後に優勝を手にするのは自分がいるアルゼンチンですよ。点を取って試合も組み立てるミッドフィルダー、翼さんと同じスタイルですね。ファンディアス。よし、いいシュートだ。その調子で頑張れ。探しましたよ、ロベルトさん。あなたは？アメリカのサッカー協会に問い合わせましたね。そうしたら、今遠征に来ているサンパウロの少年チームの監督があなただと。もう自分がロベルト本郷ではないなどと言わせませんよ。仕方ありません。でもお願いです、俺が今アメリカにいることは翼には言わないでください。俺はもう翼の前に立つ資格のない人間です。3年前、俺は翼との約束を破り、一人ブラジルへ帰ってしまった。それは自分自身翼を教えていく自信がなかったからです。でも俺がいなくても翼は成長していた。あいつはやっぱりサッカーの大天才ですよ。今年の初め、サンパウロのチームに日本サッカー協会からビデオが送られてきました。そのビデオには成長した翼の姿が映っていました。そのビデオに寄せられた手紙には、このビデオの少年はブラジルに渡りプロサッカー選手になることを夢見ていると。俺はそれを涙なしには見ることができませんでした。そしてこの大会でのあのビデオよりも成長していた翼の勇姿。でもロベルトさん、翼はあなたが自分をブラジルに連れて行かなかったわけをこう解釈しているんです。それは 100% ブラジルでプロになれるだけの力が自分にはなかったからだと。そのため翼は自らに課題を課したのです。サッカーの本場ブラジルで通用するためには、中学3年間誰にも負けないようにすること、そのために公式戦に全て勝ち続けると。それができなければブラジルでプロになる力は自分にはまだないのだと言い聞かせたのです。そして翼はあなたの残したノートに従い人一倍努力しました。そして翼はこの夏その課題を見事に成し遂げたのです。全国中学生サッカー大会を含めた中学3年間の公式戦全て、翼は誰にも負けませんでした。日本で全国大会 V3 を成し遂げた翼は中学卒業後間違いなくブラジルへ渡るでしょう。ロベルトさんが書かれたあのノートにあることを翼は全てマスターしました。お願いです、翼はブラジルへ渡りロベルトさんのコーチを受けることを望んでいます。その翼の夢を今度こそ叶えてあげてください。ちょっといいかい。何の？
よ、誰だっけ。そうだな。すまない。なんだよ。お。あ。おい。なんだ。好きにしろ。よし。あのさ。よ、そうだな。いいぞ、頑張ってくれ。頼むぞ。頑張るんだ。Bene, vado qui. Sicuramente avrò visto il video con dei tagli in due parti, quindi non mi sono salutati né alla fine video né all'inizio di questo video. Comunque ho visto tante cose, gli allenamenti extra che ho fatto un po' fatto con Rusciano o anche con il brasiliano, devo fare di più, devo fare. E poi ho visto anche il nostro Roberto Sedigno, che come chiamano Tonga Onga, comunque è Roberto Sedigno, sei brasiliano, dai un come brasiliano, no, come tipo Gino Hernandez che è italiano e spagnolo. A volte non capisco, a volte dando le cose giuste, a volte le cose sbagliate. Comunque siamo qui pronti ad affrontare l'Olanda. Questo io non so se è Kluivert, che è Kluivert, il padre del Kluivert da Roma, però sento questi qua sarà Johan Cruyff, il numero 14 Olanda, che gioca, che ha smesso di giocare prima per problemi fisici. E visto che Gio Rossi si è molto uscito da lui, e ha avuto una sua simile, che ha smesso di giocare prima per problemi fisici di cuore. Poi sa che lui sia il nostro Johan Cruyff. No, Cruyff? No, scusate, va. Ma sì, Cruyff. Vabbè, ragazzi. Concludiamo qui questo episodio. Vi invito a lasciare un like, commentare e di la vostra. Se avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se c'è notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, lo fare live. E su vari social come Twitter, Instagram, Facebook. Così per sapere di più sul mio lavoro. Detto questo, ragazzi, al prossimo episodio. Da prossimo Terry. Passo e chiudo.